皆さん明けおめつってね、もう21日ですけども、この番組的にはまあ新年一発目ですから、明けましておめでとうでいいでしょう。これね、まあ今夜はですね、よみくんの家にひつぎくんとさきとくんが泊まりに来ているようですね。さきとくんは2回目でございます。皆さん、ユーザーの皆さん、今日が最終回でございますよ。今日もですね、ナイトウェアならぬパジャマ姿を着ている3人に質問なりぶつけちゃってください。ということで、みんな起きましょう。皆さん、お三方、はい、起きましょう。はい、よし、さあ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 起きてくださいね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まあ、もう21日ですけどね。さあ、新年明けてから皆さん、どうでした？どうでした？はい、新年明けましてどうでした？明けまして、もう21日ですけどね、なんかありましたでしょうか。なんかあれですよね、カウントダウンライブやら、年明け一発目の埼玉スーパーアリーナでのライブやら、いろいろあったみたいですけども、どうでしたでしょうか、よみくん。いや、楽しかったですね。楽しかったですか。ひつぎくん、どうでした？楽しかったですよ。楽しかったですか。具体的に何か言ってくださいよ、こういうのが楽しかった。カウントダウンライブ、はい、カウントダウンライブとか、こう埼玉スーパーアリーナでのライブとか。カウントダウンライブは、はいはいはい、そのなんて言うんでしょう、そう、年越しを、はい、こうワンマンとしてやるのも初めてだったし、うん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 、それでいてナイトメアは10歳を迎えたんですね、はい、ナイトメアが、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。10歳をね、はい、そういうのもありまして、なるほど、とてもなんかこうなんて言うんでしょう、ありがとうの気持ちというか、お、はい、嬉しい気持ちというか言ってること一緒ですけど、同じですね、はいはいはい、あら、ひつぎくん、髪型がちょっと、髪の色が、あ、はい、あの埼玉の時に、はいはいはい、合わせてちょっと髪の色をピンクになりました、ね、ピンクですかね、あ、一応俺、ですか、あ、違うですか、赤ピンクとして、まあ、ピンクですね、じゃあピンクでいいじゃないですか、じゃあはい、まあでも赤ピンクということでね、はい、はいはいはい、行きましょう。ちなみにさきとくんは2回目ですけども、はいはい、この3ヶ月で何か変わったことはありましたでしょうか。なんでしょうね、はいはいはい、なんだろう、まあそのナイトメアは10周年を迎えたっていうのと、はいはいはい、なんだろうな、あの最近ずっと曲作り期間で、あ、曲作りの期間、もう精神的にちょっと不安定な感じなので。まずいですよまずいですよ、画面映して大丈夫ですか。まずいですよ、大丈夫ですか。大丈夫だと思います。大丈夫ですか、はい、ああ、なるほどまあね、今回ですね、最終回でございますので、はい、皆さん気合を入れて、はい、はいはい、ではですね、改めまして一言ずつこう自己紹介をですねしていっていただいてよろしいでしょうか。はい、皆さんこんばんは、よみです。はいはい、なんかこうありますか、最終回に向けてこれやっていう。え、最終回にあれだったですか。はい、最終回でなんかこう一言ないですか。そうですね、はいはい、一番最後ドッカンとくるような、はい、感じにしたいですね大丈夫ですか、ゆるゆるですけど大丈夫ですか。はい、大丈夫、全然大丈夫です、はい、です、はいはいはい、ではさきとくん行きましょう。あ、はい、さきとです。はいはいはいこう一言ください、なんか一言。そうですね、まあ曲作りってさっき言いましたけど、はいはいはい、一応無事終わったので、はい、ちょっとこの放送で自分の気持ちを切り替えられたらいいなと思ってちょ大丈夫ですか。大丈夫です。変えていってくださいね。変えます変えます。はい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 、行きましょう。では最後ひつぎくんお願いします。はい、なんで今の名前間違ったんですか。なんででしょうねなんで噛んだんですか。最終回にしてまさかひつぎくんを噛むとは私も思ってなかったですね一番言い慣れてる名前やったんですけどね。ひつぎくんになりましたけどはい、まあ、でも最終回といえど、はいはい、これ楽しんでいかないと。そうですよ、はい、意味がないので、皆さんでね、はい、楽しんでいきたいと思いますけども、はいはい、ではですね、いつからかですねこの番組の、はい、主になっておりますひつぎくん。ああ、主になってるんですか。主ですよ、もう主こっち。いえいえいえ、違うん、ひつぎくんですよ。ああ、番組の紹介をよろしくお願いいたします。はい、カンペガンミな感じでいいですか。で、全然大丈夫ですよいいですか。もう慣れっこです、ユーザーの皆さん慣れっこですもん、ね、はい、じゃあカンペでいきます。いきましょう。この番組ナイトウェアでナイトメアは、僕たちナイトメアがパジャマを着て毎月1回夜11時からの生放送でお送りしてきました。
今日も1時間やっていきますが、今回が最終回となります、はい。最終回はサキトを迎えてこの3人でやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、まあ、今回が最終回でございますが、この1時間を充実させていきましょうということでですね、はい、本日のメニューをざっと紹介いたしますと、この後ナイトメアさんからこうお知らせがございまして、その後にユーザーのみんなにも参加してもらうアンケートのコーナー、そして君たちのコーヒー写真を見せてもらって、さらにメールもどんどん紹介しちゃいますということで、まずは羊くん、ナイトメアからのお知らせお願いいたします。はい、いいですよ、カンペいいですよ。はい、今年の春ツアーを行うことが決定しました。はい、しました。はい、その名もリクエストオブジャイアニズムザツアー、日程はですね、4月13日火曜日中京大学文化市民会館オーロラホール、そして4月15日木曜日ゼップ福岡、4月21日、水曜日はゼップ札幌、そして4月27日火曜日、大阪国際会議場メインホール、そして、ファイナルになります4月29日木曜日は、こちら祝日ですね、はい、はい、東京国際フォーラムホール A となっております。このチケットをニコニコ生放送を見ているあなたに先行販売します。で、全公演チケットは5500円です、お一人様1公演につき4枚まで OK でございます。受付期間はたった今から朝の4時まで E プラスで受付中です。詳しい URL は、今日はひーさんですね、ふーさんは来てない、ふーさんはまだ日本に帰ってきてない、帰ってきてますか、帰ってきてますか、はい、今日はひーさんです、よろしくお願いします。そして、テンスアニバーサリーアルバムジャイアニズムも好評発売中でございます。また DVD のパレードツアーファイナルマジェスティックアット日本武道館も発売中です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、今回もパソコンの画面上にですね、皆さんがコメントをどんどん書き込んでくれております。本日もですね、羊くんこちらをガンガンいじっちゃう、はい、役目は羊くんの役目なんでお願いしますね。俺ですか、羊くん主ですから主ですから、この番組の、はい、どん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 コメントをね拾っていただきたいと思いますが、はい、本日はですね、ふーさんお休みですので、うん、はい、先ほど羊くんが、言ってくれましたけども、ひーさんでございます、はい、ユーザーの皆さん、ひーさんが運営コメントをやってくれますんで、よろしくお願いします。ナマステ、あ、ナマステ、ナマステ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 つってね、はい、ということで羊くん、はい、では画面の向こうの皆さんにですね、はい、本日もまず質問しちゃいましょうよ、はい、いつも通りね。またですか、行きましょう。みんながあれですか、絶賛嘘つくとこですか。そうそうですよユーザーのみんなが嘘つくとこですよ。はい、わかりました。じゃあ行きます。行きましょう。皆さん今どこから見ていますでしょうか。その地名ですかね。そうですね、はい、場所地名を、はいはい、ガチャガチャっと、はい、どっから見てるんでしょうか、はい、ガチャガチャっと、さあ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 、出た出た、ほら出た出た、いつも通りな展開ですね。ニコニコ動画はね、地球でしか見れないんだよね。そうなんです。今のところ地球でしか見れない、ね、地球外の方もいるよ。便器、便器、まあ便器はね、まあ100歩譲ってまだ地球ですからね、うん、ああ、そうか、頑張れば便器でも見ようと思えばなるほどね。あ、俺ちょっと聞きたいことあるんですけど、いいですか。ああ、いいですよ、ヨミ君どうぞ。あの、サキトの、はいはい、好きなところ。ああ、いいね。あ、行きましょう。ではサキト君の好きなところ、サキトの好きなところ、はい、はいはいはい、ユーザーの皆さん書き込んじゃってくださいね。うん、すべてなのね。ドエス、鼻、目、手、手口、うん、ね、俺が好きな国の場所を当てろっていうことではなくのね、今の質問は。そうそうそう、さっきと自身、そうそうそう、さっきと自身の話。なるほどね、うん、やっぱ俺ちょっとまだおかしいわ。まだちょっと、うん、まだこのね、うん、この人類との会話がまだうまくいかないよね。さきとくん、今回でリハビリしていきましょう、この番組で。ありがとうございます。リハビリしていきましょう、はい、全部ありますね、やっぱり。いろいろありますね、うん、なるほどね、いろいろありますね、うん、まあ他に何かありますか、ユーザーの皆さんに聞きたいこと。じゃあ何でもいいですよ。まあ年明けて、はいはい、ばっかなんで、はい、年明けてばっかって年明けたばっかなんで、はい、まあ、お正月、おみんなはどんな過ごし方をしたんですか。なるほど、はい、まあ俺たちもカウントダウンライブがあったんで、はいはいはい、その会場にいてくれた子も、まあそうですね、たくさんいてるでしょうね、うん、さあユーザーの皆さん、いいえ。